たここに来ることになるとはな。フェイスドロップちゃんとあるかな。おそらくそれは大丈夫だと思うが、前にも言ったけれど、セプテリオンの連中はフューリーや女神にあまり興味を示していなかった。邪神の力もこの世界では失われておるしな。しかしだとすれば奴らの力の源は一体。そこは疑問ですね。あれだけの力、ただの鍛錬によるものとは思いません。まっそんなことはどうでもいいさ。どうせろくでもないことやって手に入れた力だろう。俺たちは俺たちで女神の力を手に入れて、あいつらをぶっ潰せばいいんだ。何か物音がしたような。キュイ。そう、あなたには聞こえなかったのね。だったらきっと気のせいですわね。おいティアラ、何やってんだ。置いてくぞ。ごめんなさい、今行きますわ。勘のいい女だ。はい。よっ、はっ、よっ、はい。はっ、何が出るかな。はっ。様、奴らは最深部へと進んでいる模様。抜け道を発見しましたので、それを使えば先回りできるかと。分かった、お前たちは帰れ。は、しかし。あとは俺一人でいい、帰れ。ですがジュヌン様のご命令で、必ずやここで奴らを仕留めるようにと。そのためには我らも同行した方が。お前も生まれ変わりたいのか。お前程度の人生では次もまた人間だろうがな。俺は違う。俺は二度と人になんて生まれない。何かに縛られた生はまっぴらだ。行け、一人にしてくれ。それでこそ俺の来世は明るくなる。この仕事を一人で成し遂げれば。嫌なんだ、もう人になるのは。虫になりたい、儚く命を散らす虫。もっと苦しまなくては。俺には苦労が足りない。生まれ変わりたい。
虫に。ノイエ様、まずい、ジュヌン様に報告せねば。力が戻るってわけだ。ファングもあの変なワイン飲まずに済むよ。女神の力さえ復活したらもっとすっごい力が手に入るに違いないんだから。何か物でも待ち受けているかと思ったけれど拍子抜けだったわね。これって血の跡？見てください、あそこに魔物の死骸が。誰かが先にここに侵入したということですの？でもフェイスドロップは無事だよ。さっき。もう何やつ、そこに隠れておるな。お前は。ここにいた魔物は俺が片付けた。お前たちがここに来た以上、そこにあるものを求めてきたのは分かっていた。だから手に入りやすいようにしてやった。それだけの話だ。どういうことだい？どうして私たちの手助けなんか。お前、さては俺たちの仲間になりたいんだな。シャルマンを撃ったのもあのクソ女の命令で、嫌になってセプテリオンを飛び出してきたんだろ。だったらしょうがねえ。ムカつくこともあるが、来るものは拒まずだ。仲間に入れてやっても。どうだ、撃ってきやがった。何しやがったってめえ。勘違いするな、お前たちとつるむ気はない。そのフェイスドロップとやらを使えばお前たちは力を手に入れる。そうだろう。そうだけどさっさと使え。3秒待っていてやる。早く力を手に入れるがいい。3秒経ったぞ。早くしろ、ノロマが。カウントが早いよ。どういう意味だ。何がしてんだお前は。俺は生まれ変わりたいんだ。虫に。泣くことしかできないけれど自由に生きられる虫けらに。虫？そのためには根性で苦労するべきだ。虫に生まれ変わるのは容易な道ではない。サボればまた人に生まれてしまう。俺は二度と人に生まれたくない。しがらみばかりで自由のかけらもない。嫌なんだ、もう人間は嫌だ。なんだこいつ、気の
チュアリ。さあ使え、そのフェイスドロップとやろう。もう待ちきれない、早く早くしろ。わけわかんねえ、だけど使えってんなら使ってやるよ。アリン、フェイスドロップをよこせ。でもここで力を解放できるかは、本当なら女神の聖域に行かないと。いいからよこせ、俺たちは前に聖域に行ってるじゃねえか。わかった、よし行くぜ女神。来た来た来たぜ、言った通りだろアリ、このままフェアライズだ。待たせたな、これでいいんだろう。いいぞ、感じるよお前の力を。こうでなくちゃいけない、お前のような奴と戦ってこそ俺の根性は報われる。行くぞ、自由のために、輝かしき来世のために。よろしくって、本気で行きますわ。行く。マジカルエフェクト、ゲームフィジカルアクト。どなたが相手かしら。撃つわ。はっ、まだだ、これならやる。まだだ、まだだ、足りない。いいぞ。さて、私がよこう。クラリッチ。ネットだ。まだだ。クラリッチ。マジカルエフェクト。クロックアップ。今度こそ。いや。そし。詳細データを。そこ。はあ。もっとだ。クラッチ。マジカルエフェクト。クロックアップ。さあ、どうぞ。どうだけ。お覚悟を。もっとだ。撃つわ。
エクスカリブ。行くぞ。終わりです。もちらめく。ついにこの辺り。ここに立っているのは奇跡だな。また守る力を手に入れた。私強くなりましたわよ。さすが女神の力。こうなれば敵なしだね。惚れ惚れするよ。行くぞ。俺はできることをやった。力を出し切り戦い抜いた。これでこれで。さあ殺せ。俺を殺せ。それでようやく人をやめられる。来世に俺は虫になるぞ。嫌だね。何？誰がてめえの思い通りにするか、バーガー。そんなに死にたきゃ自分で死ね。それはできん。自殺は根性の価値を落とす。それでは虫に生まれ変われないじゃないか。知るか、そんなこと。帰ったらあのジヌンとかいうクソ女に伝えとけ。次はお前をボコボコにしてやるってな。待ってくれ。そんな話があるか。ひどいぞ。ここまでやっておいて。おい、しがみつくな。この何なんだお前は。予定が狂うだろう。ここで死ぬのがちょうどいいんだ。これ以上生き続けると虫を通り越して微生物まで行ってしまう。微生物ではダメなんだ。奴らは自由を感じる知性すらない。殺せよ。殺してくれよ。離れろてめえ。頼むよ。いいじゃない。願い通りにしてあげれば。本当か。おいマリアノ。ただし、あなたにはしばらく私たちに同行してもらうわ。私たちはセプテリオンを倒したい。あなたなら本拠地を知っているはずね。本当にそれで殺してくれるか。ええ、他の人にはできないかもしれないけど、私は別よ。あなたの命を散らすことにためらいはない。わかった。ついていこう。マジかよ。利用できるものは利用するべきよ。この際ノイエだったわね。いらっしゃい。はい。またよくわからねえやつが一人増えやがった。私を見ながら言うのやめてくださいます。そうだよ。ティアラ君は少々性癖が歪んでいるだけだ。失礼じゃないか。お前が言うな。We'll be right back.
フューリー、妖精がいないよね。なのにちゃんと稼働している。ありえないんだ、そんなことは。そんなことは知らん。こいつは俺を七へ導いてさえくれれば、そう。見せてはもらえないんだろうね。好きにしろ。え、いいの？構わん。見せたところで不利益はない。拍子抜けしたというか、なんというか。お、はい、返すよ。もういいんだ。3秒カウントはしてないぞ。いいのさ、すぐに分かった。コアに入っている液体、あのワインだろ。それも純度がすごく高い。分かりきってたことだけど、やっぱりワインどころか麻薬ですらない。とんでもない代物だよこいつは。こんなのまで量産されたら。その心配はない。かつてジュヌーンが量産しようとして失敗している。これは唯一軌道に成功した試作品だ。私もそれなりに妖精やフューリーを調べてきたつもりだったけれど、こうも想像すらつかない代物を次々と見せつけられると。一体自分の研究って何だったのかってね。ちょっとした自虐さ。ああ、心配しなくていい。自暴自棄になってるんじゃないんだ。むしろ逆。ここまでイレギュラーが揃ってるんだ。研究者としては最高の環境だよ。燃えてくるね。このフューリー、ロロとかいうガキ、そしてあの女。アーナ、ノイエ、晩ご飯できたって。呼びに来た。今日はクリームシチューですって。早く行きましょう。あら、お邪魔でした。邪魔？エフォール、邪魔？そんなことはないよ。さ、行こうか。ほら、あんたも。
いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。